駅の構内にずらりと並んだポスター。名鉄金山駅です。改札を入ってホームへと向かう階段のところに愛知ビークを告知するポスターが貼られています。今日から27日の愛知県民の日までの1週間行われる愛知ウィーク、また学校ホリデーとして各市町村が期間中の1日を選び学校を休みにします。さらに期間中、県の施設などが割引や無料で利用できるほか、県内各地でイベントが行われます。しかし、町の人に聞いてみると、愛知ウィークって皆さん知ってますかっていう取材をしてて愛知ウィークは知らないけどと、あまりピンとこない様子。そもそも愛知県民の日とは、時は明治5年、1872年11月27日、名古屋県から改称した愛知県と額田県が合併して現在の愛知県がスタート。この愛知県の誕生日の11月27日を愛知県民の日として今年から制定しました。でも一体なんで今この時期にお休みになるのかというと、1週間の間でね、休みを取っていただいて、いろんな取り組みをしていただくということは有意義ではないかなと。そんな愛知ウィークに合わせ、県内各地ではいろんな取り組みが。今月1日にもののけの里がオープンしたジブリパークで盛り上がる愛・地球博記念公園のこの場所、アイススケート場でもお得なイベントが行われています。それが、この愛知ウィーク期間中、こちらのスケート場では入場料無料で滑ることができます。愛知ウィークの期間、大人1470円と子ども840円かかる入場料が無料となります。今日は朝から親子連れらが訪れ、慣れないスケートに四苦八苦しながら楽しんでいました。いいですね、こうやって持ってるから。そうそう、上手上手上手。おー、いいじゃんいいじゃん。スケートもスケートも無料なんで、それで来ました。新しい場所の発見につながるからいいなと思います。ここに来るから休み、休んだ ね無料でスケートができるっていう風だったんでお得だと思います。一方、名古屋市中区のホテルでは美味しいサービスが。こちらのレストランでは愛知ウィーク特別プランのビュッフェが用意されています。中学生以下の子どもは半額になるということです。その場で分厚くスライスしてくれるローストポークに、長良川沿いで養殖した稚鮎のフリット、その他にもサラダやスイーツなどおよそ40種類が食べ放題。今日から27日までの平日限定で、ランチ、ディナーともに中学生以下の子どもたちは半額になります。何が美味しかった？ポテト愛知ウィークって書いてありました。あんまり知らなくて、電車乗るときに、あ、これなんだと思ってとても嬉しいです。県内の学校の多くが休みとなるのが今週金曜日の24日か県民の日当日の27日。お正月休みを前に秋のホリデーを楽しんでみてはいかがでしょうか。